長、しかと見せてもらったぞ。明石、何か言うことはあるか。まあ、見事に鈴も取られたわけですし。渦巻鳴門、春の桜、お前たち二人と畑かかし、この三名によりかかし藩を編成する。かかし、それってどういうことだってばよ。これからお前たち二人はこの俺と一緒に任務をこなしていくチームになる。昔と違い、今はもう先生でも生徒でもない、対等な木の葉の忍びとして付き合っていく。いいな。おう、分かってるってばよ。それではナルト、サクラ。あ、そうだよ、まだ帰ってきて一楽ラーメン行ってねえってばよ。僕もお腹が減ったな。私は少し用事があって、後で第三演習場に集合しましょう。よっしゃ、一楽ラーメン直行だってばよ。いいですよ、また会いましょう。ああ、わかってるよ。僕が相手をしましょう。
かげさま。今回はどんなご用ですか。ああ、さくらも一緒だったのか。さくら、この間話した新薬の開発はどうだ。基本的な作業は終わっています。配合する大半の材料は漢方薬局の方に発注しました。すぐ取りに行ってきます。ただ足りない薬草が一つあるので、里の外へ採取しに行ってこなければなりません。そうか、分かった。しずねはこの頃忙しくて手が離せない。さくらと薬草の採取に向かい、必要ならば手伝ってやってくれ。お呼びですか。おかげさま。届けてきます。
先生、おかげさまからの手紙を持ってきました。おお、わざわざありがとう。ん？あれ、なんか見覚えのある顔だな。おかげさまに報告しに行きなさい。